マジか！マジかよ！おい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 ！これ俺めっちゃ欲しかったやつだわ！マジかよ！空気送られてきたわ、空気。空気が1個、2個、3個、4個、5個、6個だよ！あ、これ、あ、違うのこれ。これプレゼントじゃないの。俺空気めっちゃ好きだから。うん。マジかよ！うわ、めっちゃ嬉しい！空気めっちゃ入ってるわ！空気こんなにもらっていいの？空気めっちゃ入ってるわ。あざまーす！これ2万する。あざまーす！うわー、めっちゃいいやつ来たぜ！ありがとうございます！オーディオテクニカ。プロ用ヘッドホン。プロ仕様来た。オーディオテクニカ。ATH-M50X プロ仕様です。これ PA やってた時に愛用してたやつ。これ3代目だわ。型番違くてこれの方がいいやつなんだけど、俺が使ってたのは 16,000 円のやつで、それのハイグレードのやつ、最新型。あざーす。やべえ。おー。コードレスないよ。コード付き。コードレスはダメ、ヘッドホンは。逆に。やばくねえ。超かっけえんだけど。送り主は不明です。送り主設定選べるの。きたー！ちょっと付け心地試してみるか。しかも、これ、シールドが、昔これね、古いタイプオーディオテクニカ2個使ってたんだけど、音はめちゃくちゃいいんだけど、ここが断線するんだよ。昔使ってたやつは、ここが使ってるとさ、コードが重くてへたれてきて断線しちゃって、で、買い替えてたの。で、すぐダメになってたんだけど、今回は、シールドがジャックインするタイプなの、ここ。シールドがジャックインするタイプだから、もう、改良してるんだよ。シールドも3種類あんの、ほら。シールドくねくねタイプとか。うん。要は、普通、ヘッドホンって、イヤホンと一緒で、ここ、繋がってて、ジャックがあるでしょ。わかる？言ってる意味わかんないかな。どれ開けようかな。ちょっと待って。ちょっとわかりやすい説明で、もう。ジャックインがわかんない。要は、線が繋がってるんだよ、普通。ヘッドホンって。だけど、線が独立してるから、要は、断線がもし仮に起こったとしても、線を買えばいいの。うん。そう。だから、それで買い替える必要。これを買い替えれば良くなったんだよ。これをここにブスって刺すわけよ。だからこういう状態で売ってるわけじゃん。普通は、ヘッドホンって。だから、ここが断線したらアウトだったの。だけど、これを取れるようになってるっていうこと。これを付け替えられるの。超かっこいいんだけど。しかも、これ、プロ用仕様だから、こうやって、DJ もできる。DJ こうやってやってるでしょ。音響屋さんって。外の音をこっちで聞いて、こっち側で、できるっていう。もう完全プロ仕様。すごい稼働が、ほら。カップルでこうやっても聞ける。カップルでこうやって。あざまーす。送り主は不明です。匿名さんです。ちょ、音聞いてみよう。今音楽聞いてるからイヤホンで。ちょっと変えてみるね。いや、俺ね、ヘッドホンね、聴覚過敏っていう障害持ってるから、すげえ助かる。これで街中歩くとき、平気で街を歩ける。こうやって刺して、どっちが L だ。どっちが R だろう。L と R が書いてないな。どっちが L でどっちが R だ。こうかな。聞いてみます。これ、オーディオテクニカめちゃめちゃいいから。やべえやべえすげえクリアやっばなにこれすげえめちゃめちゃいいわ。自分で喋ってて、外の音が全く聞こえない。全く聞こえない。耳にミラクルフィット前のより良くなってる。で、耳の中にちゃんとここが広くなってるから耳が収まるの。いや、外部の音全く聞こえない。うわ、超いいわ。音質はね、結構すごい透き通ったクリアのサウンド。びっくりするぐらいクリア。すごいこれ。全く俺の声が体の中で響いてる音しか聞こえなくて、全然外部の音が聞こえない。やば、これめちゃ、おー、すげえ。全然違う。すげえ。もう外で喋ってる音全然違う。うわ、超いい。ありがとうございます。リスナーさんありがとうございます。大切に使います。ということで、今回のギフトは、オーディオテクニカのヘッドホンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。